よいしょ。ああ、なに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 、絶対レア。なにこれ、巻物。あああー、俺のダンジョン報酬があ、そっか、これクラブと弓2本持っといたら戦いやすいかな待ってよ、俺のダンジョン報酬一瞬で消えたんだけどマジ何やってんだよ俺。これってこの高さから降りても死なないのかな、試すべきだよね。試そう。へい。あ、死なないんだ。優しい親切設計。これはもう何個だ、6個。 OK、 いきますかで次イエローだから、おそらくボス部屋につながる。ほら紫だもん。これだよ多分。ワームピット、虫ワーム、いやわかんないな、全然わかんない。行きましょうか。とりあえずレベル10のとこだね。これで一区切りつくんじゃないかな。ボス戦ポーション12個で足りるかな足りない気がするぞ。ワームピット。うわ、もう全然違うじゃん。うわ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 で、やっぱ虫だ。起きて。あ、弱い。うわー、ボス、そういうこと。ごめんね、子供だったか。ターゲット入れて、待って待って、攻撃のタイミングが あるはず。いや、攻撃のタイミングはいつだ。まだダメージいってない。ほい、ターゲット外して。うわー、これは雑魚からって感じかな。違うか。いや違う気がする。のー、なんだ、跳ね返す系か。来い。はい、いや違うえわかんない。よく観察しろ。雑魚敵は多分ただ召喚してるだけか。おーっと、子供を倒されて怒ってるんだよな。あ、やっぱ、あ、そういうことか。この子供に紛れて、その本体の子供っていうの、それも出てきてる。そのタイミングか。オッケーオッケー、分かった分かった分かった。クリティカルクリティカル、弓のクリティカル発生。起きた。そういうことか。これ近接武器持ってきて正解だったな。わわおー、ポーションポーションポーション。今は攻撃しても食らわないと。雑魚を呼び出せ。で本体を倒す。オッケーオッケー、もう仕組みが分かればこっちのもんだよ。うわ面白い。ボス戦も面白いな。ちょっと顔見たいな。うわわわわ、避けろ。これダメージすごいぞ。オッケー。さあ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 、こっちだよこっちだよ。雑魚敵出してきた。こいつ。はいはい、オッケー。うわ見てよあ、待って、攻撃出てる敵。いや出てないか。オラ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 、クリティカル。オッケー。あと2回ぐらいかな。あと2回ぐらいだ。勝てるぞ。ただ近接攻撃、危ね危ねって。命中しちゃったけど、近接攻撃じゃない、近接武器の耐久値がちょっと際どい。え、どれだこいつ、え、こいつ、あ、向こうだ。クソ、出遅れたか。これは出遅れた感がすごい。いった、オッケー、攻撃しろ攻撃しろ。あー、オッケーオッケー、クリティカルクリティカル、これでいける。オッケー、おーおーおー、やったー、初ボス攻略、経験値経験値経験値300をもらった。あ、お、なんかゲートがあった。レベル10、うわ、ジャンゴージャングルだよ。ジャングルバイオームあんの？うわうわうわ、すげえ興味深い、すげえ興味深い。え、ちょっと待って、ちょっと待って。マップどうなってんの？これボスのとこ探索、とりあえず戻ろうか。ここはまだ広そう、なんか。ここはまだ、あ、待って、鉄鉱石あるかだけ確認してみようか。